さて特集です。広島市北部の医療の拠点として多くの患者の治療に当たってきた広島市立安佐市民病院が来月移転し生まれ変わります。県北西部から島根県南部までを対象地域にする新たな病院が目指す姿を取材しました。広島市安佐北区亀山南、完成したばかりの病院がその威容を誇ります。来月1日に開院する広島市立北部医療センター安佐市民病院です。現在の安佐市民病院からおよそ3キロ、 JR 安佐亀山駅に隣接しています。地上5階、地下1階で434病床を備えます。この日、開院の準備が大詰めを迎えていました。部門部門とかですね、そういうところの連携を中心にしたシナリオになっておりますので、難易度はかなり高いんで、前回に比べて複雑になっております。回を重ねるにつれ本格化する訓練、医師や看護師500人余りが外来診療を想定しての演習に臨みました。シリーズのアプリは入れられてますか、ね、アプリは入っているんですが登録はしてないです。移転後は外来診療にスマートフォンのアプリを使ったサービスを導入します。受付や診察の呼び出しなどを一括して表示し、時間の有効活用を図ります。あと何分、何時間待ったら終わるかわからない、今日何時に家に帰れるかわからないっていうのが一番の大きな不安なんですね。呼び出しシステムというものを利用すればですね、今度はカフェに行っていらっしゃっても、あるいは駐車場で自動車の中でお待ちになっていらっしゃっても、とにかくそこへ呼び出しが行くという形にすれば、そういう苛立ちとか怒り、そういうことを抑えることができると。目指すのは最新の医療が必要ながん治療などに対応する最先端医療の提供です。新しく開設される病院には最新の医療機器も揃っています。でこちらはですね、操作をすると、この映像を見ながらですね、操作をしていくと、あちらのロボットをこう操作をしながら手術などをすることができます。手術支援ロボットは1台およそ3億円、新たに2台を導入しました。大きく切開することなく、体に小さな穴を開けるだけで手術ができ、患者の負担を軽減します。屋上にはヘリポートを設置、救命救急センターを新たに設けました。広範囲にわたる救急患者の受け入れがこれまで以上に可能になります。さらにコロナ禍で浮き彫りになった感染症患者への対応も欠かせません。そして特に力を入れているのが退院後のケアです。常駐するソーシャルワーカーと看護師が経済面なども含めて退院後の相談に応じます。退院が決まりませんよね。そうすると3泊4日だったものが5泊6日、6泊7日と増えていくでしょう。そうするとその間そのベッドが埋まりますよね。そうすると新しく来た救急車入る場所がなくなるんですよ。手術する前から家に帰る準備っていうのをこういうところでしとかないと今の医療って成立しない。高齢化が進み、医療を必要とする人が増えるのに対して、医療提供体制には限界があります。そんな状況でも、十分な医療を提供するために欠かせないのが、退院後のケア。リハビリや継続的な治療は、地元の診療所などと連携して進めます。現在の安佐市民病院は解体されますが、残った北館は、リハビリなどを担う民間の病院になります。救急や重症患者など
地域の医療を支える拠点として再出発する朝市民病院は来月1日に開院します。大きな病院に行くとどうしても待ち時間が長くて、あとどのぐらい待たなきゃいけないんだろうっていうのがね、いつも気になるんですが、スマホのアプリサービスがこうスムーズに進むといいですね。まあ、ただ病院というのはやはり高齢者の方が使う比率は多いと思いますので、はい、このスマートフォンを使ったシステムってどうなのかなと思ったんですけれども、これも当初は混乱があることもそれを覚悟して導入を決定したということです。いずれこうしたシステムが普通になると10年先を見据えて決めたということです。